四番、天気予報を聞いてどうしますか。で、二月二日土曜日、天気予報の時間です。今朝は晴れていますが、午後から雪が降るでしょう。 行きの道は滑りやすいので、車を運転するときや歩くとき気をつけてください。一四月四日金曜日春です。毎日少しずつ暖かくなっていますね。今日は一日いいお天気ですが、午後から強い風が吹きます。 風が強い日は目にゴミが入りやすいです。家へ帰ったら必ず目を洗うようにしましょう。二。七月七日、月曜日。今日もまた雨で暑くなりそうです。この季節は食べ物が悪くなりやすいですから、必ず冷蔵庫に入れるようにしましょう。 3 11月11日水曜日もみじが綺麗な季節ですもうもみじを見に行きましたか今日は朝は晴れますが午後から曇るでしょう夕方から雨が降るかもしれません秋の天気は変わりやすいですから出かけるときは傘を持って行った方がいいでしょう